もう全員やりか、特殊役職は回ってきたのか。まあ一応、まあ僕はやってないですけど。まだやってないの？あ、ダメ。やってないね。やば、やる気ないんじゃない？殺すぞ。あ、やばい、次、あ、また早めに死んじゃう。俺、歌が次役職持ってたら最初に貼っていこう。いやいや、そこは自重しますか。いや、そこは引き立てるけど、今日のユーマのやつ見たでしょ？スタートしようぜ。ユーマのやつ見たでしょ？しようぜ。負けても絶対折れない、熱いマイクラ人狼スタート。本当に来た。そして霊媒師神、これはね、これはもう何しても許されますよ。プレイヤーは人狼陣営と村人陣営に分かれて戦います。人狼陣営は人狼と狂人、村人陣営は村人と占い師と霊媒師がいます。人狼陣営は村人陣営の全滅、村人陣営は人狼を全滅させれば勝利となります。このゲームは近くのプレイヤーとしか喋れません。死亡するとスペクテーターとなり、スペクテーター同士は会話可能です。プレイヤーはマップ内各所に設置されているボタンを5回押すことでアイテムをゲットすることができます。またプレイヤーの中からランダムに1人、それぞれの役職とは別に特殊能力を得るプレイヤーがいます。プレイヤーはアイテムや固有のスキルを駆使し、勝利に向かって突き進んでください。お、珍しい。俺占い引くことあんまないんだけどね。さあ始まりました、マインクラフトメメントリ人狼。なんで逃げる？いやー楽しすぎる。ちょっとやばいな、もともと好きだったけど余計に好きになっちゃった。え、マイクラ人狼のことね。びっくりした、俺のことかと思った。勘違い、ごめん無理。勘違いしないでもらって。もう好きだけどね、もちろんメンバーのことも。これもっと、あの間違えて殺されるとかもあってはならないことなので、これを持ってます。まず役職持ちを探して、そこから話は始まりますね。よいっす。あなるほど。俺今のそういうことなんですよ。楽しみそうやな。ユーマ。楽しみそうやな。マジでこれ今回は楽しくなってきたね。お前今回はじゃあいつも俺がやっぱ殺すやん。まあ確かに。たまにはお前が暴れてもいいよ。俺ケツ吹くし、お前今から好きなように暴れてきてよ。マジじゃあ次やったやつ。次やったやつ。一人はぶっ殺すわじゃ。嬉しすぎてこれからも頑張ろうって思えるわ。確かに。今の二人怪しいね。はっちゃけちゃう。はっちゃけちゃうってことはどういうこと？はっちゃけちゃうってことはさ、暴れちゃうってことでしょ？ボタンを押しがてらグラウンドに行くのが一番いいんですよ、こういうのは。おおすごい。こんにちは。すげえ。音玉ですね、これ。マジですごい。役所が持ってますか？レバイデイです。占い？違うけど、一人殺してその人が人狼じゃなかったら、あ、ハルさんいた、向こうにハルさんいる、向こうにハルさん。え、あいつ殺していいかな？ハルさん殺して、まあ、うん、狂人の可能性もあるが、霊媒してみるのはまあ全然ありな気がする。なるほど。あすごーい。殺しません。殺しません。これはマジです。オーケー。殺しません。ありがとう。はい、はい。はい。おお、はい、強い意志表示だ。はい、僕霊媒なんですよ。あ、もう強じゃんお前。もう最強今のところ、ウタ君が。だからウタ君をどれだけ守れるか選手権になってる。それ今やりたくてうずうずしてることあるんだ。はあ、なんでございましょうか。まあ見るぞ。なんで人狼ではありませんと。はい、なるほど。OK。じゃあ。狂人の可能性はあるが、落ちー、まあ、人狼じゃないなら。おかえりー。おかえりー。ありがとう。え、ゆうたくんや、マジで。マジか。すげえ。あ、そういうことか。あ、ハルティ殺して復活させてんのか。なんかモンハンみたいな音聞こえた。なんぼもぽぽーん。使ってる。特殊能力を使い誰かを呼び出す。すげー。ハルさん復活した。ってことはハルさん一回死んだってこと。
え、それ復活ってさ、1回までだっけ？ 1 回までなんですよね。だからもうできないんですよ。あ、もうさ、それ使っちゃったんだ。あ、じゃあ、うん、じゃあ、じゃあ、お疲れした。これでここがもう狂人人狼とかだったら本当に愚か者なんで。いや、大丈夫です。それは大丈夫。あ、そう。何があったんだ。俺がハルティ殺して、霊媒伝見て、で復活させた。僕は白として蘇りました。そうだから、普通に占い師がいればもう占い2回できたことになるんで勝ちです。まあ、アルティが強靭じゃなければ、あれしよう、ここ大丈夫、大丈夫。いや、わかんない、まだ実験してねえ。まあ、さすが、あ、お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 、せやな、行ってくる。大丈夫だった。あ、大丈夫だった。あ、失敗してる。強靭でーす。あ、してる。あのね、小麦を暴れさせている今。あ、そうなんだ。まあ、ちょっと占いいたらハルティは占わないようにね。す、あ、なんかすごいミスってる。あ、移動速度上昇ポーション。いやいやいや、ね、俺白だよ。え、歌くんが黒って可能性はない。いや、ないね。アイス霊媒、あ、霊媒なんだ。え、お前何。え、違うよね。バッバーボー、あー、ごめん、歌、お前にもらった命はかなかったぞ。霊媒なわけない、特殊能力だもん。ってことはだよ、ってことは歌くんも黒だ。春さんが歌くんの特殊能力で復活させられたなら、それ特殊能力だってことは知ってるはず。ってことは歌くんも黒です。はい、わかんないけど。蘇らせることできるんですか。でももう用済みじゃねえ、使ってる。いや、もう復活させたから、もう俺は用済みなんす。かわいそう、めっちゃ持ってるだけの無能。そう、歌くんはもう無能になった。歌くんはもう無能、もう無能。とちゃんは、あ、じゃあ何もなかった村人だよ。あ、絶対なんかまだ敷いてるでしょ。絶対なんか敷いてるやん。絶対なんか敷いてるやん。あったら、あ、行ったやん。自分で行くのやばくない。僕、あの、解散するわ。あ、確かに。俺は別荘庫に逃げよう。うわ、解散しようって言って、そうちゃんを追いかけるの怪しい。あ、かゆまくん、今日僕に対して当たり強いよね。今、そうちゃんが、うたくん追いかけたから、絶対殺すなって思った。確かに、ちょっと殺占い師ですか、たくまんさん。今、殺すと思いましたよね。占い師いた。あ、なに、うたくん霊媒なの。てか、俺が霊媒で特殊役職で、ぶっ殺して。あ、そう、それめっちゃ強いなって思ってたんだよね。たくんのバスくんな。誰が怪しいですか。あ、びっくりした。来んな、お前。誰が怪しいの。占っていいんじゃない、誰か。誰が怪しいの。アルティ以外な、占うなら。山田、そうちゃん。でもいいっすよ、俺マジで。いや、山田だな。人狼です。はい、殺してきます。お願いします。お願いします。山田さん、やばい、やれんかった。あ、ザーちゃん、あ、ギリ聞こえる。山田さん黒。え、なんで。占い師で。あー、ナイスー。ね、ゆうまくん。はい。さっき、うたくんに春さんが呼び起こされてたよね。あ、そう。で、春さんに会った時に、うたくん霊媒って言って僕を騙そうとしてきたから、春さんやった。え？で、うたくん霊媒だよ、本当に。え？特殊能力じゃないの？いや、うたくんは霊媒も特殊能力も両方ある。え？両方あるの？両方、あったじゃん、今までの試合で。え？春さんは、一回殺されて、で、うたくんはそれを霊媒して、なんていうの？霊媒したら、春さんは人狼ではありませんって出た。ゆうまくん、からちょっとさあ。からえ、やばすぎ。えよ。あの3回何どれ。あ、なんか、あ、死んだ。え、自殺したよ。なんか自殺したの。普通にゆうまが殺したんじゃないの。いや、違う、今Qが上に矢を打って死んでた。え、今すごいことが起きた。見てました？見てました。あのですね、あの、うたくんが、はるさん、一回殺して、はい、蘇らせたじゃないですか。はい。なんか、きゅうちゃん、役職？特殊役職と、普通の役職が一緒に来る
ことはないと思ってたらしくて、ハルさんがキューちゃんにウタ君は霊媒師って言ったのをキューちゃんは聞いて、それを嘘だと思ったらしく、ハルさんを倒した。ハルさんがキューちゃんにウタ君は霊媒師って言ったのをキューちゃんは聞いて、それを嘘だと思ったらしく、ハルさんを倒した。で、その流れを、やばい、やばい、死ぬ、これ、あ、おぉ、あ、やっぱこれバグってね。いや、まだちなみに人狼です。あ、そうなんだ。はい、じゃあラッキーってこと。え、ちょ、バグ、バグりすぎでしょ、これ。カモくんやってくるかな。OKOK。普通に市民で、あの、ハルさんを嘘だと思った人で、ね、あれ、懺悔。え、コムくん、コムくん、屋上、コムくん、屋上、コムくん、屋上か。あれ、いないじゃん、コムくん。どこだ。これ、いわく黒だな、絶対。今のは賢い。いわく弓持ってたもんね、今。あそこ、うわ、グラップルフックだっけ、グラップリングフック、めっちゃむずいわ、使い方。いや、どこだろう。多分、ゆうまくん強靭の米山人狼だな、これ。なんかいるなぁ。え、ゆうまくん怖いよ。コムさん、コムさんやりましたか。まだやってない。OK。いや、多分、ゆうまくんは黒い、絶対に。あれで黒くなかったらごめんちゃい。よし、ナイス、ナイス。僕はてっきり白角になった俺を殺した賢いなんか人狼サイドだと思ってたよ、お前のこと。ごめんなさい。動画見てくれてありがとう。これからたまわり目指してライブとかやんのに体力つきあんなあかんと思うねんな。で、運動の秋足、10月は見てるみんなも一緒にやらへんか。スクワット3回でええから運動したらハッシュタグメメントリの運動部をつけてインスタに投稿して、俺も筋トレしたら写真あげるようにするわな。一緒に励まし合っていこうや。それじゃあ最後にせーの、いくでたまわり、メメントリ。